こんにちは。暗号資産ロボアドバイザーヘイビットです。ヘイビットは2017年ビットコインの高騰で投資を始めた個人投資家たちが2018年暴落により大損し苦しむことを目撃したことから始まります。ヘイビットは彼らがもっと気楽で安全に暗号資産へ投資できないかを悩んだ挙句誕生したサービスです。日本の暗号資産投資家は長期投資を目的にしていますが、価格変動が株式より60倍も激しく、実際個人で長期投資をすることは簡単ではない問題がありました。実際日本のあるユーザーサーベイでも激しい相場変動が一番のペインポイントであることを指摘しています。ヘイビットはこの問題を解決するため、簡単安全で安値に暗号資産投資ができるサービスを提供します。第一に簡単です。専門投資プログラミング知識がなくても、あなたのために暗号資産を24時間自動運用してくれます。第二に安全です。収益は積み重ねていき、損失は一定のレベルに抑え、長期でも安定的な投資は可能です。最後に負担が少ないです。ヘッジファンドのように高額の資産や手数料なしでも1万円の少額から無料で初心者でも始められます。実際に運用した結果 15.5% の収益率を達成し、何よりも価格変動の激しい暗号資産市場で最大損失を 8.5% に抑えました。最近は戦略パフォーマンスをさらに改善し、より安定的に収益を積み重ねていってます。このような結果をもとに2018年8月にリリースした以来、韓国で約2000人の運用顧客を確保しました。そしてこの成果を踏み台にして日本市場にも4月に進出する予定です。ターゲット顧客は3、40代の男性会社員で、暗号資産で儲けたいが気にする時間がない特性を持っています。ターゲット市場は約300万人を対象とした約3000億円規模だと推定しております。日本でも一部の競争サービスがありますが、検証されてない個人が作った戦略で、戦略オプションもありすぎて顧客が選択しづらいし、手数料の負担もある一方、ヘイビットは本通専門家たちが持続的に検証し厳選した戦略のみを手数料の負担なく提供する長所があります。暗号資産取引所との提携を通じて、ヘイビットが起こす取引手数料の一部を取る B2B 売上が一つの BM です。今後ユーザーからはヘイビットが作り出した収益の 25% を成果報酬として取る予定です。このようなビジネスモデルで2023年には年間売上 4.4 億円を達成する見込みです。相場変動にぶれないビットコイン投資を目指すヘイビットでした。ありがとうございました。